こんにちは、レイセンです。今日は9月26日土曜日になります。絶食895日目、フルーツ&ヨーグルト実験は6日目です。天気は曇り、現在時刻は午後1時48分ですね。今日も朝最初にゴールデンキウイでフレッシュジュース作って、でその後はヨーグルト入りグリーントーヤですね、これでやっていきます。でどっかで買い出し1回行って、早めにで有機豆乳とかを調達するってところです。多分今日は減らせないと思う。もうなんか朝から調子がいまいちっていうか、バイオリズム低いなっていうところですね。今日はかなり低いと思う。今日もフレッシュジュース作っていきます。ゴールデンキウイ4個で 461g です。440ですね。あと水、これ昨日の残り 100ml で、ながらの名水を500、でこれ自家製のカスピ海豆乳ヨーグルトですね。これをまず有機豆乳を 100ml 入れて、でヨーグルトを150、でグリーンスムージーを250、あと香辛料、粉唐辛子9回、七味9回、でブラックペッパーを9回、ちょっと買い出し行ってきます。次入れていきます。有機豆乳を 100ml とヨーグルトを150、でグリーンスムージー250。買い出し買ったのは水と有機豆乳と、あとキウイを2個ですね。したら香辛料も入れていきます。次入れていきます。グリーンスムージーを250、もうヨーグルトないんで、あとで仕込んでいこうと思うんで。前回も冷えた状態から仕込み始めてたんだよね。でストーブで温めて、それだとあんま美味しくならない可能性があるもんで、で今ちょっと常温に戻してる。有機豆乳とあと瓶とヨーグルトと、有機豆乳250、常温に戻してから仕込み始めて、あとストーブの前もあんまり近くに置かないように、ちょっと遠目からゆっくりね温めていくっていう形をとって作ってみる。そしたら美味しくなる可能性があるもんで、まあいろいろ試してみようと思ってます。香辛料はなしでいきます。次入れていきます。グリーンスムージーを250で、有機豆乳を250、次入れていきます。グリーンスムージーを250、有機豆乳250、次入れていきます。グリーンスムージー250、で有機豆乳250、あ、みかん使わないと。香辛料も入れていきます。次入れていきます。グリーンスムージーを250で、有機豆乳250、香辛料はなしでいきます。
次入れていきます。グリーンスムージー250と有機豆乳250で、水をながらの塩水を200。おはようございます。今午後1時ですね。そしたら計測入っていきます。ウエスト測っていきます。正面、側面、背中、66.5 ですね。血圧114-74です。今日の結果報告です。今日は天気曇りのち晴れ、睡眠時間は8時間ほどとっています。午前3時から9時までの6時間と10時から12時までの2時間、合わせて8時間です。まあ適当なんでまた確認します。ウォーキングとウェイトトレーニングは今日もなし。日中の室内温度、午後1時半ごろ計測で28度、湿度は 43% でした。飲んだもの、野菜ジュースが 2000ml、 豆乳は 1700ml、 果物ジュースは0、果汁ゴールデンキウイ4個、 461g で 440ml、 まあ 0.5kg で440ですね。ヨーグルト、自家製のカスピ海豆乳ヨーグルトを 300ml で、水ながらの美しい名水を650ですね。700入れたんだけど 50ml まだ冷蔵庫に残ってます。ターメリック入り塩水は150ほど取っています。合計が 5240ml、 水650、塩水150のため実質は 4440ml です。なので今日は 4.44L 絶食ですね。昨日よりちょっとは少なくなったけど、最近4リットル台から抜けられないってとこですね。塩ぬちます 1.5g、 ターメリックは 0.15g、 香辛料は2回入れています。尿回数15回出てて、濃さは薄め、完全無色、量は平均的な量でした。大便は0回です。今日は大便出てません。おなら時々ありで、匂いはなしから結構臭い。夜はなかったんだけどね。深夜だな。深夜超えてから匂いが出始めてるってとこです。今日の計測時刻は午後1時頃に測ってます。まあ、昨日と同じですね。体重 57.15kg。昨日に比べて 0.05kg のマイナスです。まあ、ほぼほぼ変化ないって見方でいいでしょう。BMI 18.0 でマイナス 0.1、 体脂肪率は 10.7% で 0.7% の減少です。まあ体重変わってないんだけど、体脂肪率だけドーンと落ちてるね。昨日も 0.5% 減ってて、今日も 0.7% 減ってるから、やっぱダブルベリーヨーグルト、あれの多分生乳だよ、生乳の脂肪分だね。それが割とでかい、でかくって体脂肪率が増えちゃってたんだけど、ここ2日間は豆乳でやってるもんで、脂肪取ってないもんで体脂肪率が減っていってるってとこですね。生乳のヨーグルトで増えた脂肪分がここ2日間で減ってきてるってとこです。まあ間違いないと思うけどな。血圧114-74、最高血圧プラス6、最低血圧マイナス2。血圧微妙に上がってますね。脈拍73でプラス1、ウエスト 66.5 センチで変化なしです。で、今日の気づき。まあ、今日はね、午後11時ぐらいだね。の時のおならはね、匂いがなかったんだよ。なんだけどね、午前1時頃のおならはわずかに匂いがあって、で、午前3時頃はね、結構臭かったんだよ。
で、夕方ぐらいだね、カスピ海の豆乳ヨーグルトを取ったのが4時45分が最後なんだよ。夕方ぐらいなんだよね。なんで、こっから効果が持続できたのが、まあ、深夜0時ぐらいまでってことだな。なんで、カスピ海豆乳ヨーグルトはやっぱりね、お腹にいいっていうか、取ると、おならとかが臭くなくなるっていうのかな。おならが臭くなくなる。ってことは、腸内環境がいいってことだよね。多分臭いおならっていうのはね、腸内の環境が悪いですよっていうサインだと思うんだよね。そういう風に作られてると思うんだ。そうやって考えた時に、カスピ海豆乳ヨーグルトを取ると、その臭いおならが出なくなるもんで、ってことは腸内環境が良くなるって見方でいいと思うんだよ。ただし、効果が続くのが、まあ、6、7時間ぐらいってとこだな。7時間。効果が続くのが7時間。だもんで、やっぱり、もうちょっと夜遅くでもね、必要、まあ、取るときは、ヨーグルトを必ず入れて取るだな。その方がいいってことだ。じゃないと腸内環境悪くなっちゃうよってことだね。今日はいろいろ分かった。やっぱりカスピ海豆乳ヨーグルト、これは腸内環境を良くするのは間違いないと思う。まあ間違いないっていうか、正確にはおならが臭くなくなるよってとこだけどね。体にいいと思うんだわ。臭くなくなるってことはね。とあと持続は7時間だよってことだね。7時間超えると臭いおならが出るようなものを取ってたら臭いおならが出るって感じだね。何も取ってなかったら腸の中に何も入ってないわけだもんで、臭いガスは出ないわな。普通の食事とか、ただのグリーン豆芽も、まあ、臭いおならが出るもんで、腸内環境を悪くしちゃうってことだね。だから、まあ、カスピ海豆乳ヨーグルトを取った方がいいってとこです。まあその辺が分かった。7時間の時間までは効果が出るっていう、ここはでかいよね。で、明日は朝またゴールデンキウイでフレッシュジュース作って、で今仕込んでるところ12時間だね。12時間以上かな。まあここで発酵させてるもんで、新しいやつね。でこれはね、ちょっと丁寧に作ったんだわ。常温に有機豆乳と、あと瓶だね、瓶と種菌のヨーグルト、カスピ海のヨーグルトをまず冷蔵庫から出して常温にしてからだね。それから詰めて仕込んで、ストーブだね、電気ストーブちょっといつもよりもね少し離してね、でゆっくり温めたってところです。丁寧に作った。で38度の空間に入れて半日ってとこですね。これで結構美味しくなるんじゃないかなと思ってる。期待してる。だこの間がもう冷蔵庫から取り出した冷たいやつでもう仕込んで、でストーブの結構前だね、そんなに距離ないところに置いてガンガンに温めてたもんで、そうするとなんか水気がいっぱい出てきて、でまあ豆腐みたいな感じになる。でカスピ海豆乳ヨーグルト一番最初にできた時のね、テカリ具合っていうのかな、が出てこないんだわ。プルンとした化粧品のクリームとかあるよね。すごいプルンとした白いクリームっていうのかな、あれに近いような感じが出るんだけど、上手に作ったらね。だけどその冷蔵庫からガンと出して仕込んで、で一気にストーブで温めたやつはテカリが出ないんだよ。そういうテカリが出なくなっちゃうもんで、で味も美味しくないし、あとお腹もねいまいち膨れないんだわ。膨れ方が弱いってのかな。なんでまあとにかくまずはヨーグルトを丁寧に、いいヨーグルトを作れるようにするってことだね。まずはそこだなと思った。カスピ海豆乳ヨーグルトを上手に作るっていうか、美味しく仕上がるようにまずはするってとこだね。そのレシピっていうか方法メソッドを確立させるってとこです。まあなんで
まあそれの実験だねをやってるところです。で、あとまあグリーントーヤも取っていこうと思ってます。で、結局みかんを使わなかったもんで、明日はみかん使いたいなと思ってます。なかなかねめんどくさいんだわみかんまあミキサーにかけるだけなんだけど、グリーントーヤ作る方が楽だもんで、冷蔵庫から出しても入れるだけじゃんね。そっちの方が楽だもんでそっち行っちゃうんだよなまあそんな感じです。幽体離脱に関しては今日ちょっとやれてて、で、新しいことを挑戦したっていうか、新しいやり方を今日始めたっていうか、試してみたってところです。ふっと頭に湧いたものがあって、それを今日ちょっとやってみたってところですね。まだ何ともちょっと言えないけどな、少しいいかもしれないなぐらいの感触かなってとこですね。まあうまくいったらフィードバック、まあ内容やり方ね、やり方をお伝えするってとこです。だけかな。そしたら絶食895日目完了です。それではまた明日。